ビセンテ・フォックス・ケサとインドの首相マンモハン、シン・ビセンテ・フォックス・ケサーダは、メキシコの政治家。第55代大統領。彼は1910年のフランシスコ・マデロ以来、野党から選出された初の大統領。フォックスは、メキシコシティで裕福な、スペイン系メキシコ人の一家に生まれた。父親は、ドイツ系アメリカ人を先祖に持つ、メキシコ人。母親は、 スペインバスクのギプスコア・県産セバスティアンからメキシコへの移民である。グアナファト州の自家所有の農場で成長したフォックスは、イベロアメリカ大学経営学部及びハーバード大学経営コースで学んだ後コカ・コーラ社に就職、配送トラックのルートアドバイザーとなった。彼は大学を卒業できなかったにもかかわらず、メキシココカ・コーラの社長となり、続いて2000年に、 大統領候補となるまで、ラテンアメリカ全体のコカ・コーラの管理者となった。2001年7月には、大統領報道官であったマルタ・サー軍と再婚した。前妻との間に子供はいなかったが、養子を4人、養い、サー軍の前夫との子供3人がいる。地元のグアナハト州に、死別した老いの名前を取った、児童養護施設。 アミーゴダニエルを設立している身長198センチメートルの長身。口ひげがトレードマーク。フォックスは1980年代に国民行動党の有力なメンバーであり、1988年の同党の大統領候補でもあったマヌエル・ J クローシエルに招かれ、同党に加わった。国民行動党は、 カトリック教会との関係を保ち、自由市場経済の促進及び、保守的価値及び、政策を基本方針とする。同党は、メキシコの野党の中で最も古い歴史を持つ。1988年にフォックスは、グアナファト州代表連邦会議員に選出された。その後1995年に、グアナファト州の知事選へ出馬し当選した。 2005年パーシャーサミットに、メキシコの歴代大統領として参加インダグラ、PGR、オリゲンデウンアクタデナシミウントデルパードレデフォックス。ありがとうございます。